You're listening to Shibuya Cross FM.皆様こんばんは。毎週水曜日夜10時からトマケミのミラクルクルクル。嬉しい、スタッフも一緒にクルクルしてくださいましたよ。そして今日はですね、一人ということでなんかすごく広く感じるいつもね、大人数でやっていただいたり、いろいろしているので、久しぶりの、一人語りということでちょっと、ドキドキもしてますし、ちょっと嬉しいかな。やっぱりね、このラジオを始めて6年目に入っていて、たまにこうやってやると気持ちがいいねという感じで、今日の渋谷はですね、本当先ほど雨が上がりまして、皆さん傘を手に、ささずにね、歩いているような感じですけれど、暖かくなったり寒くなったり、三寒四温ということでね、体も皆様方はちょっと気をつけていただかなきゃいけないかと思いますけれど、お元気でしょうか。桜がね、あちらこちら東京も咲き誇り、とっても綺麗です。この辺りだと、この間はですね、この間というか昨日は市ヶ谷とかちょっと飯田橋とかあの辺りに行ったら、川沿いのね、桜がすっごく綺麗に咲いていましたし、その数日前は福岡の方に行っていたので、福岡から北九州に行くところでね、桜が綺麗に咲いているところを通りました。やっぱりね、桜は日本の心という感じで、私大好きですけれども、きっと今外国のね方々、来ている方々は本当に喜んで見ているんじゃないかなと思って、とても嬉しいでございます。さて、そんな、春やってきましたけれども、寒い時からこの暖かいところに来る、暖かいねシーズンになる時にはそんなにね、体の変調がこう急激ではないんですが、逆に今までのこの寒かった時、ちょっと体をね、不調になってそのまんま他界してしまうみたいな、ことがちょっと多かったような気がします。で、やはり知り合いにもね、そんな方がいまして、やっぱりそういう声を聞きますと、やっぱりね、就活、終わりの活動と書いて就活、これはね、本当に自分もそのうちね、何十年かしたらはこの去るわけですけれど、その時のために就職活動ではなくて、終わり、終焉に向かっていく活動、それをすごく自分でね垣間見て、やっぱりみんなに必要なんじゃないかなと思ったことから、就活ガイドを取ったわけなんですけれども、今日は、そんなお話をね、50分一人でやってみようと思っております。ぜひ皆さん、こちらにメッセージお願いいたします。info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp、曲終わった後からね、就活についてちょっとご紹介しようと思ってます。ぜひ就活ってなんだろう、ちょっと簡単にね、お話します。我が家ではこんなだったよ、もしくは、これについてはどうなの、質問などがありましたらはぜひ、メールで送ってみてください。お待ちしております。はい、今日はね一人だからね、ちょっと張り切っていこうと思っております。就活、まず、私はですね、いつも皆さんが、この他の週でね、いろんな方と私は、番組をさせていただいて、いろんな顔を見てると思うんです。でもちろん MC ミスティとね、歌のね、お届けもしてます。それから、健康美容商材扱っていますなどなどあるんですけれど、やっぱりこの健康を考えていくと、やっぱりじゃあ老後どうなの、老後は、そして老後のお金はどうなのっていうことで、これ突き詰めていったら、自分ですよ、自分のことを突き詰めていったら、やっぱりファイナンシャルプランナーの勉強をし、そして就活ガイド、そんな形になってしまったわけなんですね。だからいつもおちゃらけているわけではなく、たまにはね真面目に話をする時もあるんですね。本当にその話もしつつ、でも大体ね、お客様に言われるのが、なんか鳥羽さんと話をしていると元気が出ますねって言っていただける、そんな元気を与える鳥羽明美なんですけれども、
やっぱりねちゃんとした知識も与えていかないとね、ただ単に笑って終わっちゃったっていうのでは困るので、そのあたりもきちんとねお話をさせていっていただいております。就活についてお話しする一曲言える前に私ね、就活ガイドの時にこんなプロフィールを出してるんですね。先に進む前にちょっとみんなに見てもらおうかな。これは何度も何度もね書き直そうとは思ってるんですけども、つい最近の、就活ガイドの私のプロフィールはこれでございます。はい、ちゃちゃーん、このね写真もちょっと緊張して撮ってるような雰囲気になっておりますけれども、私ですね就活ガイドということで私はね一般社団法人就活協議会というところの講師を取っておりまして、皆さんに教えることもできるんですね。そして何でしょうか、私ずっとね1人だったり2人だったり1人だったり2人だったりということがありまして、1人でねこの数年前が1人だった時にこれ1人で老後どうするの私と思って、でやっぱりじゃあ両親が他界しましたね、妹だって3歳しか違わないということで考えた時にすごい心配になっちゃったの。なのでこの就活ガイドというところもあるんですけども、ここに書いてありますよね、おじがお一人様になったね、おばがね他界し、で子供がいない一人、そのおじがですね他界した時に本当にその事務処理がとっても大変だったんです。このおじね、結構 AB 型できちんとしたところはきちんとしていて、でいろんな書類もね書いて残してくれていたんです。でこんな厚いファイルを入れてくれていたんですよ。でそれをもらったから安心していたんですが、実際に、おじが亡くなってから何が起きたかというと、おじが住んでいた土地が実は農地だったんですよ。ね、昔ってね農地を綺麗にして更地にして、で住宅地にどんどん変えていってね住宅に増えてるんですけど、それをね実は持っている本人が住宅地というのに変更しておかなきゃいけなかったので、それをしてないままずっと何十年も来ていたから、それを売りに出そうとした時にすぐには売れなくて、法的手続きいろいろ必要だったんですよね。そんなことやらやら、じゃあ持っているものはどうするの、家具はどうするの、あららららいっぱいありました。そんなことがきっかけでやっぱりねこの就活の、お勉強をして残る人、見送ってくれる人たちには本当にね楽なように見送ってほしいなって思ったんですよ。ということで、私のこの就活のねモットーはピンク字です。あなたの未来の人生を安心ワクワクそうして過ごしていただく準備、就活を総合的にサポートしたい、そんな思いがありまして、総合的って何っていうと本当に切り取った一部ではなくて、健康のことをね、美容のこと、それからお金のこと、もちろん就活の段取りのこと、もうもろもろですね、皆さんの人生を残ったっていうとねあれですけれど、今この就活に出会ってこの先々の人生をいかに過ごすのかっていうところをね、いろんな全面的にサポートさせていただきたいなと思っている鳥羽あけみですという、ご紹介でございました。はい、おしまい。はい、ということでですね、この就活ガイド鳥羽あけみが、今日はちょっとね曲を入れてからまた就活について少しお話ししたいと考えております。皆さんのお便りお待ちしております。はい、それでは今宵のファーストナンバーお届けいたしましょう。天音瀬名で二人だけの季節。
はい、今宵のファーストナンバーは天音瀬奈で二人だけの季節、ポップな感じでね、楽しい曲を流させていただきました。さて、皆様、今宵のとばけみのミラクルくるくるは就活についてということでお届けいたします。終わり終焉に向かっていく活動ということでね、まず就活って何でしょうというところからね、お話をしたいと思います。はい、1枚スライドお願いします。はい、就活、これね、いつからって言うとね、実は2009年に週刊朝日の連載記事から生まれまして、ですからなんだかんだ言ってもう14年間ぐらい経つんですね。これ具体的には葬儀の内容やお墓のことを事前に決めておいたり、財産分、そう、配分、財産半分大変でしょ、これがね、主目的である遺言とは別に自分の思いや意思、願いを綴るノート、エンディングノートを書いておくといった内容となっております。はい、ありがとうございます。実はね、これね、本当の意義、もちろん遺言を書けば財産分与とかね、そのあたりは仕切れるんですけれども、行く人が残す人たちに、私ね、こんな人生だったんだよとか、それから、みんなへはね、こんな思いがあって本当にもうよくしてくれてありがとう、愛してるよとかね、そんな言葉、思いを伝えるっていうね、そんなこともね、メインになっています。ですから、こんなところに行ったよとか、ね、ここに行きたかったなとか、そんなものもありなんですね。だから本当に全般的に自分の日記のちょっとこう大きくしたような感じで書いていくっていうのもすごくいいと思います。ですのでね、エンディングノートというのも、まあ、就活の一つになってまして、エンディングノートもね、本当に書いていくといいと思います。で、何度も何度も書き換えるっていうのも大事で、一回書いたら終わりっていうものでもないというのもね、この就活の良さかなと。ですから、実際にね、次のスライドいいですか。就活のね、全体イメージと準備というところで出させていただくに、ちょっとこの家族の写真を出してみたんですね、私。で、これはどういうことかというと、やっぱり一人だけの問題ではなくて、もう家族全員、関係している人たち全員に対しての思い、それから、ぜひともこれだけは伝えておいて、後々やってもらいたいことなどなど、例えばお家もそうですよね。住んでるお家が持ち家だと、で、その持ち家をね、自分が亡くなった後はどういうふうに使ってほしいのか、もしくはもう更地にして売ってしまってくれ、いろいろあると思います。先ほどね、冒頭に一人お一人様になったおじのことを話しましたね。おじはね、本当に大好きだったみたい、あのお家で、も木がいっぱい茂っていて、で、お花もたくさんだったんですよ。だから一人でね、木、それから花、ね、面倒見ているのがとっても楽しかったみたいなんですけれど、そんなおじを見ているからすぐにね、処理ができなかったんですよ、私。でね、まあいいかなと思ってたんです。で、どうせ田舎の土地だし、なかなか売れないからなんて思っていたんですけれども、いつ踏ん切りをつけたらいいのか分かんなくなっちゃって、2年経ち、3年経ち、4年経ちで、結局ね、もしかしたらいつか使うかもしれないからということで、まあ、水道、ガス、電気で止めてみたものの、でも、木があるから水道、お水あげなきゃいけないから水道は止めきれない。そうすると水道代ね、下水道代やってくるわけじゃないですか。でね、なんだかんだなんだかんだと、経費がかかるのよね。というのも、まあ、おじの思いを継いでるからいいよと思いつつも、長くなればなるほど、ね、出費のことをこう見てみると、あらって思う部分も出てくる。だから本当にね、手放すとき、何がきっかけでしたかね、あれはコロナかな、ね、手入れにも行けない、草ぼうぼうになっちゃう、まあ、そんな中ね、お金を入れて、まあ、もっと使ってね、木も倒さなきゃいけないし、花も全部ね、処理をしなきゃいけないという、ちょっと寂しい思いをしつつも、でもね、引き渡せたということで、私の中では踏ん切りがつきました。
はい、そんな思いをさせないために、やっぱり何か残しておくっていうことが大事なんですね。さて、次ね、もう一枚お願いできますか。はい、目次と書いてありますけれど、実際にね、この就活についての、まあ、セミナーなどをするときにはもっと細かくやるんですけれど、一つお金、物、ことの、整理整頓ができますよと、これはねやっぱり書き出してみないといろんなことがあってね、忘れてることいっぱいあるんです。やってみると分かりますよ。二つ目、万一の備えに向けた希望や考えの整理ができる。そうなんです、ご自身がゆくゆくどういうふうに扱ってもらいたいか、どこに行きたいか、どんな風にしたいか、そんなあたりでしょ。ここね、2番目はね、介護とか終末期の医療、葬儀、相続など、そんなにね必要なのかなって思っていたんですけれど、おじのことをやってみて初めて分かりました。やっぱりね、こういうことって大事だなって思ったんです。3番目、家族と自分の思いの共有ができる、ね、先ほども言いました、ここ行って楽しかったよとか、後々行きたかったところだけど行けなかった、だから娘や息子に行ってほしいとかね、もしくはやっぱりその写真などを見て、お父さんお母さんが行ったところ行ってみたいなと思ってね、思い出を尋ねるということもできると思います。そんな思いを残すことができる。4番目はね、やりたいこと、自分の思い考えを再認識できる。そうなんですよ、もし今私が、ね、就活ということで、何年生きるか分かんないけど、でもね、じゃあ90、100まで行きますって思ったら、まだ90だったら30年ちょっと、100だったら40年ぐらいあるわけですね。その間に何をしたいかな、どこに行きたいかな、誰といたいかな、そんなところも整理をしていくと、じゃあそれには休暇が長いのが必要だよねとか、もしくは貯蓄しておこうかなとか、そんなね計画も立てられるんですよ。そこがねとってもいいところですね。はい、それではですね、ちょうどメッセージをいただいたのでお読みしましょうかね。はい、あけみさん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝見しています。ありがとうございます。やっほー。はい、さて今夜はお一人で就活についてのお話ということで質問を送らせていただきます。ありがとうございます。就活って年配の方がするイメージなんですが、そうでしょう、そう思うよ。しかしね、私は38歳なのですが、今からやるとしたらどんなことから始めるのがおすすめですか。はい、まず就活は私ね、30代40代でやるものだと今思っています。もちろん、私のような年代50代60代、その方々にももちろんやっていただきたいんですけれども、もっと若い年代から始めていただくのをおすすめしています。何からっていうとね、やっぱりエンディングノートを書いてみることからかもしれません。はい、エンディングノートってね、いろんなこと書くんです。例えばクレジットカードの番号ね、どんなもの持っている、保険どんなものに加入しているかなどなど、本当に皆さんが残された方がパッと見て、あ、これは処理をしてあげないといけないよねと思う部分を書いておくっていうのがね、結構大事なんですね。ですので SNS も扱ってますよね。SNS のアカウント一体いくつあるのかな、どうやったらそこに入れるのかな、パスワードなどなど、そういったものも書いておくっていうねページもあるんです。ですからそのあたりから始めていただくのもいいと思いますよ。また父が今年70歳になり、そうですかね、古希ですね。両親ともにぼちぼち就活を進めているのですが、どんなことを決めておいてもらえたら後々に残された側は困らないのでしょうか。忘れがちなところなど教えていただきたいです。はい、まずこの部分に関してはもうね、エンディングノート、いろんなタイプのものがね、書店それから文房具屋さんなので販売されています。ですので、皆様方が例えば表紙もね、いろんなのがあるんですよ。
だから自分がなんかルンルンと思ってかける、お父様お母様がかけるようなものを探してあげてプレゼントしてみるのもいいんじゃないでしょうか。でそこにはね本当にいろんなページがあるんです。いろんなページってねちょっと後ほど言いますけれど、そのあたりを実際に一緒に書いてみるのもいいです。なぜならば資料が必要だったりするの、そこに書き込んでいくのに。でその資料を集めるのにもちょっと億劫だななんて思っちゃうんです、一人だと。ですから、一緒にねお嬢さんが一緒にやってあげたらどん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 書き進むのではないでしょうか。はい、また就活のアドバイザーさんはどんなことを手伝ってくれてどんな時にお願いするのがいいのでしょうか。基本的なことばかりかもしれませんが教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。大阪在住のあやのん、ありがとうございます。はい、実はね就活のアドバイザーさんはセミナー形式でね、こんな風に就活するといいですよっていうセミナーを打っている方もいます。でそんな方々に、ぜひねお話、今ねズームでもしていますから、探してみるのもいいでしょうし、どんなことを手伝ってくれるかと言いますと、このエンディングノートを書くということも手伝ってくれることもあります。はい、それから、また別のご相談、エンディングノート書いてみて相談ごといっぱい出てきた場合にはそんな相談にも乗ってくれたりします。ですので、ぜひともね、この元気はつらつオロナミン C 的な鳥羽明美でいいですよというのであればおっしゃっていただければオンラインでもできますし、いろんなねセミナーなどにも参加しながら、学びつつ書いていく、それから整理をしていくっていうことをしていただくといいと思います。で実際にそれを作っておくと、とっさの時にまたアドバイザーさんにどうしたらいいんでしょうかっていうことでそれを元に聞くことができたりします。はい、ですのでアドバイザーさんに聞く時というのは初期でも中期でも後半でも、どんな時でもね、聞いていただいたりアドバイスいただくといいんじゃないかと思います。はい、いいでしょうか。はい、ありがとうございます。あら、すごい、来た来た来た、嬉しい、みんなありがとうございます。はい、2通目、こんばんは。いつも明るい鳥羽さんの声に癒されております。ありがとうございます。今日は就活のお話ということで主人からの代理質問です。ありがとうございます、パパチン。はい、先日就活ノートっていうのがあるって知りました。それは遺言みたいなものなのでしょうか。また就活ノートに書かれていることは法的効力ってあるのですか。よろしくお願いします、ということで吉野さん、ありがとうございます。はい、就活ノート、エンディングノートとも言われております。でこのノートね、先ほどもあよのんにもねお話ししましたけれど、はい、これは本当にいろんな種類が出ています。ですので、できればねペンで書くと消すの大変だから鉛筆で書いてみるっていうのもありです。で本当に大切でこれは消されちゃ困るっていうものはもちろんね、ボールペンで書いて消えないようにしておくのもいいんですけど、何度でも書いていただくといいと思うんですが、先ほどこのね、法的効力実はねないんです。そこがね、法的効力がないんだけれども書いておくことですんなりいくご家族もあるし、法的効力がないということで実は大問題になってしまうっていうことがご家族によってはあるんですね。ですので、まずエンディングノート、この就活ノートを書いてみて、書いてみたらこれはどうなんだろう、しっかり法的効力のある内容で、例えば、お金のこと、そのね財産分与の部分、ね、家屋いろいろあるでしょう。そのとっても難しい部分に関しては法的効力が必要なので、行政書士さんや弁護士さんなどにこうきちんと整えていただくというのもいいと思います。もちろん有料なんですけれども、しかし後々ね家族で大問題になるそんな可能性がちょっとでもあるのであればこれは必要なことかと思っています。はい、吉野さんありがとうございます。はい、そして次はね、あけみさんこんばんは。はい、こんばんは。就活と聞くと人事じゃない年齢の私ですが、
楽しく生きるための活動というように思います。今夜の話ぜひ参考にさせていただきますね、パンダ藤子さんありがとうございます、ね、いつも MC ミスターさん、MC ミスティの時に登場してくださるパンダさん大阪からありがとうございます。そうなんです、これね楽しく生きるための活動なんですよ。なぜならばね、なんとなく就活って終わりのことだから暗いと思うかもしれませんけれど、残っている人生をいかに楽しく、そして、自分が思っている通りに生きていくための計画ノートみたいなものなんですよね。ですので、これはね本当に楽しく生きていただくために、だからこそ自分は何が好きで何がしたくて、こんなことを家族としたい、こんなことをパートナーとしたいね、そんなことを書き連ねていって頭の中を整理するんです。で、整理することによってプライオリティ、順番ができますよね。その順番通り一個ずつこなしていくと人生ますます楽しくなりますし、またプラスアルファで皆さんがね、より自分が思い描いていた以上の人生を過ごせるんじゃないかと、そんな風に思っております。はい、 OK でね、実は何件かね皆さんからそのお問い合わせがいただきましたけれども、はい、次のページちょっといいでしょうか。実はね就活の時にねこんなところがね実は、皆さんの思いの中であります。周りの人に負担迷惑をかけたくない、事前に自分ができることを行うという方が増えています。で、この考え方が一番多いのがやっぱり、60代70代80代以上の方々なんですね、やっぱりねその昭和の初期の方々というのは本当にしっかりされていて、もう子供たち孫にも迷惑をかけたくない、だからもう自分一人で何とかしてね、終焉を迎えるんだっていう強い意志をお持ちの方が多いように見受けられます。ですのでこういったねお墓のことね、もしくは実際に自分が病気になったらどうするのか、そんなところもね、考えちゃう。で、この一人では考えてもなかなか結果というか成果が見られないという時に、こういったね就活ガイドに一言ご相談というされるといいと思います。次のページお願いします。はい、全体のイメージとはね、自分のこと家族のことね何度かお話ししてますけど、じゃあ準備項目なんですかっていうとね、やっぱりまず最初に病気になっちゃうかもしれないよねっていうところです。で、医療介護、それからそれに関してもお金ね、持ち物、資産的なものですね、車にしろご自宅にしろね、そして亡くなった後は葬儀、お墓のこと、私は一体どこに眠るんだろう、そんなところですね。そして、皆様残し、旅立つ時に皆さんへの思い出、そんなことも綴っておくっていうことが、残せられた人がこのノートを見て本当にね心温まる、本当に一緒に、過ごせてよかった、本当にね残された人ってどう思うかっていうと、本当に介護をしてあげられたのだろうか、最後本当に幸せな気持ちでお見送りができたんだろうか、そんなところをちょっとね後悔かな、そんな気持ちがね、残りがちなんです。ですから皆さんの思い出を綴ってあげると、見送った私たち家族はね本当にほっとできるんですよね、ですのでそんなところをぜひともね書き綴られるといいんじゃないかと思います。はい、さて、またねメールが届いているのでちょっとお話をしてみましょう。はい、はい、トマさんこんばんは、ありがとうございます。就活のお話興味深く聞かせていただいています。就活には経費も細かくかかりますね。そうなんですよ。でもいろいろなものなどの物質的なものだけでなく心の整理もできるので大事だと思いました。清川恵理子さん、あら、大上海子さん、森谷かな子さん、あら皆様ありがとうございます。今日は皆様どこにいらっしゃるのかな、そんな楽しいお時間の中メッセージありがとうございます。
そうなんですよ。就活考えてみるとね、経費こまごましたことねかかってきます。というか、経費がどのくらいかかるのかなっていうのもね分かってくるんですね。ですのでそのあたりもぜひとも準備しておくとね、慌てなくて済みますよね。そのあたりもぜひともね皆さん就活のこと考えていただければいいんじゃないかと思います。はい、次のお便り参りましょう。はい、皆さんこんばんは。今日は就活のお話なのですね。そうなのですよ。父が70歳になった時、老い支度という本を私、就活を始めてほしいとお願いしました。いいですね。そうなんですよ、いろんな形でね本なども出てますのでね、ぜひ皆さん、書店で探してみるといいですし、 Amazon で検索してみると出てくるかと思います。両親とも健康な時に決めて、または話しておきたかったので。そうなんですよ。あのね、あれってなったら実はもうね、認知症になってしまったとか、体が動かなくなっちゃったとか、いろんなことでね、決められないこといっぱい出てきちゃうんですよね。健康なうちにお願いします。父は積極的に取り組んでくれて、自分の保険や銀行口座などの整備、素晴らしい。お墓購入、そうですね、キャンペーン中でテレビが当たりました。よかったですね。はい、最近近所にできた葬儀屋でお葬式の前予約まで済ませて、かなり順調に進んでいます。そうなんですよ。今ってね、葬儀屋さんも立て込んでいるということも、多々あるようですので、時期によっては本当に1週間2週間待ちっていうところもあるようですよ。そんな父も今年、あら、これ何、これはね、なんていうのかな、まだまだ元気ですが、いろいろな整理ができているので安心です。いいですね。そして気になってきたのが母の就活です。父のを見てつられてやってくれることを期待していましたが、母は全く進めていないので、母の就活のきっかけ作りを模索中です。はい、そうですね、ご両親ご一緒にいてもね、なかなか進む方と進まない方いらっしゃるんですよね。そういった時にはぜひこのエンディングノートセミナーに入ってみるとか、または就活セミナー的なね集まりなどもあるようですので、そういったものにご一緒に参加してみるといいかもしれませんよね。そうすると何かしらきっかけとなって、全部やらなくとも何かしら一つずつ、進めてみるのも必要ですし、もしくはですよ、お母様すでにこっそりされているかもしれないですよ、そのあたりもねぜひともざっくばらんにお話ができるといいですね。陽子さんありがとうございます。ぜひ陽子さんもお話をしてみるといいんじゃないでしょうか。私たちね、どうしても日本人ってなんとなく縁起が悪いとか、そんなお金の話するなんてみたいなところから、ちょっとよりがね、よくなくなっちゃうみたいなところもあるみたいですけれど、そんなことなくてね、本当に皆さんの人生を全うするための一つの計画プラン、プラン立てということで、ぜひともやってみるといいんじゃないでしょうか。本当皆さんね、就活のこといろいろ気になさらっているんじゃないかなと思うんです。ぜひともね、またこの話を聞いて、何かこんなのどうかなとか、こんなのしていますということがありましたら、どうぞぜひメールを送ってください。それでは今宵のセカンドナンバーお届けいたしましょう。トカーモスでパッション。
はい、今宵のセカンドナンバーはトカーモスのパッションをお届けいたしました。なんかこういうの大好き私。はい、ぜひもう後半ということで、あらやだ、もうあと12分しかなくなっちゃった。はい、実はですね、この就活なんですけれど、就活の準備のタイミングということで、最後のスライド出してみましょうか。いつ始めたらいいかっていうところね、先ほどのね陽子さんもありましたけれど、頭も体も元気な時、これ大事で、体力結構ね、体力使うんですよ、いっぱい書くからね。でか、いっぱい書くって私たちの数十年の人生、やっぱりいろんな人と関わっていて、いろんなことを自分がしていて、いろんなコミュニティと関わってるんですよ。でそんなものをね紐解いていくので、ですから体力判断力のある時が大前提。人生の節目を迎える時、まあ、定年還暦後期とかいろいろありますけど、それよりも何よりもこの話を聞いたということがいいタイミングじゃないかと思います。実はね、ここの、スタッフさんも前回のお話の時を聞いて、ちゃんとクレジットカードとか、もろもろの保険とかなんかきっちり書いた、じゃあさっき聞いたんです、嬉しいですね。ぜひそんなところからも始めていただければと思います。だと準備したいと思った時、はい、そうなんです。そうするとね、タッ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 って進みますので、ぜひともやってみるといいですし、一度整理したら見直す、ね、それも大事です。はい、実はね、よくねこの就活ガイドの人と交流会というかお話をするときに、この間言ってた方がいるんです。やっぱり看護師さんとか、あとは看取りのね、ケアセンターにいた方なんですけれど、例えばじゃあ延命処置をするしない、一言で言ったらするしないなんですけど、延命処置ってどのことが延命処置と思ってますか皆さん。延命処置が、本当にじゃあなんか何、いろんなものを入れないとか、もしくは点滴を入れないとか、痛みを取らないとか、いろんなことがあるんですって。だから延命処置をしないでいいですよって簡単に言っても、私たち残された人たちはちょっとどうなのって、だから痛みがなくなるようなことはしてくださいっていうのも一つの延命処置の中での一つの判断って聞いた時に、なるほどと思ったんですよ。おじがね、実は末期のね癌で亡くなったんですけど、最後すっごくね痛かったんですよね。でその時にもうもちろん先生はね、モルヒネとかこう打っていただいて、緩和ケアをねしてくださったんですけども、それをするしないの判断をするっていうのって結構判断する側つらいです、見てて。なのでね、そのあたりも考えると結構奥深いなと思うわけですね。だからやっぱりそういうところはちょっと専門家の方々とご相談するっていうのも一つなんじゃないかなと思いますので、ぜひそのあたりも、医療関係もうお金のこと、本当いろんなことあるよね、もうエンディングノートぜひ見てください。はい、最後にこれか最後かな、ちゃちゃちゃん、はい、メッセージいただきました。 ありがとうございます。はい、あけみさんこんばんは。一昔前、葬儀会社で営業として働いていた時にエンディングノートを高齢者の方を中心に配り歩いた経験を思い出しました。そんなことしてたんですね。その時は全く自分ごとではなく重要性も理解していなかったのですが、今日あけみさんのお話を聞いて、今から就活することは大切だなと思いました。自分の死を考えることは前向きに生きるために必要なんですね。そうなんですよ。目を向けずに、ごめんなさい、目を背けずに考えてみようと思います。日和さんありがとうございます、ね、いつもありがとうございます。こんばんは、あけちゃんありがとうございます。はい、今日は就活のお話、そろそろ私もなと思っています。そうよね、それはね何歳なのかな、ちかこさんはね、私の祖母の話ですが、残高のほとんどない銀行口座があって、解約するのに親族から印鑑をもらうの大変だったと聞いています。そうな
んですよ、今日ラジオを聞いて私も早速エンディングノートを始めたいと思います。ちかこさんぜひ始めてみてください。本当に大変、お金のことはとっても特に大変ですね、個人の方もう会社法人とかそうではなくて、1人がね1人亡くなるとお金にまつわる銀行口座などは凍結されてね、それをまた引き出す、ね、手続きもいろいろありますし、また保険関係、保険ね、こっそり皆さんに言わないで入っていた保険、そんなのだって下手したらですね、見つからなかったら請求しないで終わっちゃうんですよ。保険屋さんに聞くとそういうのってとっても多いらしい。だからきちんと書き出しておかなきゃいけないんですよ。言わなくたってまずエンディングノートに書いておく、とっても大切です。はい、本当にねいろんなことがあるなと思っています。ありがとうございます。あけみさん、スタッフの皆さん、こんばんは。ありがとうございます。一人で考えているだけでは就活って難しそうに感じますが、あけみさんのように相談できるプロの方がいてくれることで心の負担が軽くなるように思います。相談することって大事ですね。興味さん、ありがとう。本当にそうなんですよ。あのね、私も勉強する前エンディングノートを買ってみました。そうしたら途方に暮れちゃって、これどこまで書いたらいいのみたいな、思ったんですよ。だからやっぱりあの手取り足取りじゃないですけど、はい、じゃあみんなやりましょうっていうことでやってみるのもね、進むよね。だってどうやって書いたらいいか分かんないところから始まるでしょう。そんなところもね、本当にそのエンディングノートの書き方講座みたいなね、そんな形でも、ご提供させていただいてますので、ぜひ皆さんね、一緒にやってみようということであればぜひご参加ください。嬉しい。今日みんながね、メッセージくれて本当に嬉しいです。皆さんのおかげで、この50分があっという間に残りあと5分になりました。早いよね。本当にね、皆さんとこうやってね、この渋谷クロス FM の公共電波で通じているっていうこともとっても嬉しいですし、これがきっかけで、就活をしてみようという方が一人でもねいれば嬉しいなと思います。なぜならばそれは後ろ向きではなくて前向きな人生の歩むためのプラン、ノートになっていますので、ぜひともの、ね、それは活用してほしい。本当にそう、ですのでね、いろんな、ね、ノートあるんです。もう閉じてあって、もうそれだけっていうのもあって、書ききれなければ、まあ、1枚2枚こう足す貼り付ける感じになるのもあるし、あとはルーズリーフのようになっていて、こうファイリングですから、どん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 付け足したり、入れ替えたりできるというのもありますね。ここ何十年も使うものですから、本当に自分が好きなもの、まあ一旦書いてね、全部ポイしてまた新しいものを始めるっていうのももちろんありです。ですので楽しくやってほしい。就活はね、ぜひともこんなん書いたよ、あんなん書いたよっていうことで、お友達とねおしゃべりをするのも楽しいと思います。そこでヒントを得て、私もそれやってみようみたいに思う人もいるでしょうし、あ、それ思いつかなかったから自分も書いておこうって思うこともあると思うんです。ぜひね、仲良しのお友達とそんなことをしてみていただくのもありなんじゃないかななんて思うんですよね。本当にね、我が家も両親が86歳になりまして、父がねちょっと腰が痛くて足元おぼつかなくなってきて、大変だなんて言ってますし、もう妹から今日もねメッセージが来て、なんかもうよたよたしちゃって危ないよみたいな話で、どうなっちゃうんでしょうみたいなものもあるし、でもちゃんとね将棋にはね遊びに行くんですよ。だからね、妹が来たらきっと甘えたくなっちゃって、なんとなくヨタとしてる感じを見せるのかななんて思ったりもしておりますけれどもね。今夜帰ってみて2人はどんな風に過ごしているでしょうか。もう寝てますけどね。明日の朝、今日はこんな話をしたよということで報告をしてみたいと考えております。2人にも就活エンディングノートをね、していただきたいなと。ところどころでね、母は言うんですよ、こうしてね、ああしてねって、それを書き出しましょうとなってますけど、86歳、もう手がねなかなかこう、ほらもう目も見えないじゃない。だから書くの大変みたいでね、億劫なんですって。だからそうなるとエンディングノートが代理で
書くっていう形になってきます。はい、そうするとなんかもしかしたら、皆さん家族への思いなどが伝えきれないのかなとも恥ずかしくてね、なってしまうかなと思うので、やっぱりもっと早くやってあげられたらよかったなというのが我が家の反省なんです。ですから皆さんのご家族はそんなことがないように早め早めにぜひともね、みんなで書いていただければ嬉しいです。あとね、あのビデオでこうやって残す人もいるんですって。うん、ただビデオだとね全部いろんなことが残しきれない。ですからエンディングノートとあと思いを伝えるのは恥ずかしいから、こうビデオを撮っといて後ほど、みんなに見てもらう、そんなのもありですよね。ですから亡くなったらそういうのをこう届けてねっていうようなサービスもありますし、あと、パソコンの中身、これもね、自分が亡くなったらばここに連絡をしてっていう風にエンディングノートに書いてあって、それをやると全部消えるようにね、なるようなソフトがあったりとか、いろんなものが今ありますので、皆さんの大切なものは大切なものでキープしながら消去するみたいな、そんなこともできますよ。本当にね、自分の将来もっともっと楽しく、また自分が自分らしく生きていく、そんなね、人生を歩むためのエンディングノートの回でございました。ということで、もうねあっという間に50分になります。今宵久しぶりの一人語りをさせていただきました。いかがでしたでしょうか。またぜひ、来週はねコンテンポラリー風水のナホさんとプリンセスナホさんと一緒に、またお届けしますので楽しみにしていてください。4月新年度始まりますね。皆さん楽しみにお待ちください。ということで、今日もありがとうございました。それでは皆さんさようなら。